今回はですね、よいしょ、これパソコンの電源です。これパソコンの電源ユニットについて、お話しします。まあ一応パソコンも DTM 音楽制作において、重要な機材なので、まあいいかなと。でね、何を話すかというと、パソコンも電源って大事なんだなってね、思い知ったというね、お話です。今ね、僕がその音楽制作に使ってるパソコンって3年か4年ぐらい前に買ったんですよ。で、ものすごい安定して動いてたのね。ところがここ数日、あることをきっかけに突然電源がプツッと切れて再起動しちゃうっていう症状がね、出始めたんですよ。まあちょっとパソコンに詳しい方はちらっとね、思い当たることがまあいくつかこう出てくるんじゃないかなと思うんですけど、でもね、僕は初めて知ったの、今回のねことで。で、そのね、あることって何かっていうと、グラフィックボードをね、増設したんですよ。GeForce の GTX1060 の 6GB とかいうやつを積んだ、MSI の、なんだっけ、名前忘れちゃった。なんかね、小型のやつなんですよ、ファンが1個のね。で、そう、それをね、増設したんですよ。で、なぜかというと、動画を扱うように、ちょっと扱う量が増えてきた。まあ、ここのね、僕の、このチャンネルで、まあ、ちょっと動画をね、もう少しこう、頻繁に上げていこうと思って、最近、動いてるんですけど、それに伴って、やっぱりその編集とか、まあ、録画してる時もそうなんですけど、重いっていうのはやっぱり作業に時間がかかるんですよ。もう直結するんですよね。で、ソフトがね、ベガスプロの13か、今15かな、新しいのはね。で、13使ってて、で、まあ、こう、マウスでね、動かすときも、例えばスクロール、ソフト内でスクロールしたり、タイムラインのね、スクロールしたりするとかでも、なんかこう、ちょっと遅かったりとか、なんだ、文字をね、入れるときに、その文字を入れるためのウィンドウをダブルクリックじゃない、でも、まあ、クリックして、ポッと開くときも重いんですよ。クリックして、ブワ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 みたいな感じで、で、やっと、パッと入力できるようになるのね。で、入力しても反映されるの遅いし、もう打ち込むときもなんか重いんですよ。で、ちょっと、さすがにね、これ時間をかなりもうロスしてるなと、思い始めて、で、まあ、買おうと。で、さ、DTM で使うパソコンって、まあ、これ見てる人が知らないってことはないと思うんですけど、まあ簡単に言うと、動画を扱う人、映像関係の仕事してる人が使うパソコンのグラフィックの性能だけゴンと下げたって言っていいかな、状態。だから、あとメモリとか CPU とかってものすごい、まあ良ければいいだけいいっていうね。まあいくつ音源立ち上げられるとかさ、そういう話になってくるから、いいんですよね。で、基本的に SSD じゃないと、まあそれも厳しい。ロードしたりとかね、まあ、保存用にハードディスクとか、かなりスペック高い、パソコンじゃないが必要になるんですよね。で、まあその状態で3、4年前にこれ買って、 Core i7 の4790か、普通のやつ CPU、 それなんですけど、で、もうその時に、フル HD1920×1080 だっけの画面で、そのデュアルモニターで、グラフィックボードなしで、オンボードのやつのグラフィックの性能で、それができる
っていうことに僕はその時驚いたんですよ。そもそもその前に使ってたのが、だいぶ使ってたが、何年使ってたかもう忘れちゃったけど、基本的にグラフィックボード積まないと、なんか解像度って低いものなんですよ、パソコンは。低いものだったので、僕はずっとそれをが頭にあって思ってたんで、今使ってるのをその3、4年前に買った時に、グラフィックボード刺さないでいけるのかって高解像度で表示できるっていうのはね、驚きました。ただね、なんとなく重いのかなっていう感じはするんですよね。なんかこうウィンドウこう動かしたりとかするときに、表示とかするときに、なんとなく重いかもしれないみたいな。でもまあ使ってればね、使ってるうちにそんなこと全然わかんなくなってきて、でそれでずっと使ってたんですよ。でね、なんだ、ちょっといろんなことがありすぎてね、話がこういろんなとこに行っちゃうね。でまあ安定してたんだけど、動きが最近ね、まあ、最近っていうかこの、まあ、去年年末からパソコンの掃除をしなきゃなと思ってて、であとCPU のグリスをね、 CPU とその上に乗っかるファンのこの間にね、グリスを塗るんだけど、塗ってあるんだけどね、普通で、それをね交換しなきゃいけないなと思って、塗り直さなきゃいけないと思って、でね、それをねやるタイミングを測ってたんだけど、やるタイミングっていうか怖かったんですよ、やったことないから。でこういろいろネットで調べてみると、こうなんかこう拭いたりとか、古いグリスをね削り落としたりとかってやってるんで、 CPU を削るのかと、それが怖くて、でなかなかちょっとねやる勇気が出なくて、ずっともう年越してでもうあったかくなっちゃって、いい加減やろうと、もうしょうがないやろうと、もしダメだったらもう最悪CPU だけでもう買い直すっていう覚悟でやったんですよ。で、そしたら、まあ、それは結構ね、難なく、やってみたら全然簡単で、うん、簡単でしたね。CPU にマスキングテープ貼って、こう真ん中あたりの四角い部分だけこうグリス、平らに塗って、で、やる、簡単でした。で、それに伴って掃除したんですよ。でね、まあ、ちょっと掃除の話になるんだけど、電源の中のホコリがすごくて、もうワッサワサですね、ホコリが。まあファンにはホコリがつくのは当たり前じゃないですか、 CPU とかケースのファンにね。であれは簡単に掃除できるけど、開ければねできるんだけど、電源ユニットってこの中にもうホコリが充満してるんですよ。すごいの。んでもうね、なんか多分開けたら、これ電源ユニットって開けたら多分保証外になるんじゃないかなと思うんですけど、でもね、もうそれでもいいやと思って、で、うん、開けたんですよ。で開けて、で掃除をして、でまた戻して、でね、それは良かったんですけど、でその直後ですね、1日2日後ぐらいかなにグラフィックボードをもう買おうと思って、うん、買ってで増設したら、ようやく最初に話が戻ってきましたけど、プツンとね、突然使ってて突然落ちるんですよ。で再起動になっちゃうっていう状態で、参ったなと思って、でなんかね、いろいろ調べてみたら、大体、まあ、電源に問題ありか、GeForce、その NVIDIA の、なんか、グラフィック関係の、その、設定の問題、か、なんか、あとメモリーがどうたらとかいうのも見たな。うん、でもなんか多くは、大体はなんか調べたら電源っていうのばっかり出てきたんですよ。
まあ、まず電源を疑った方がいいみたいな感じでね。で、電源がね、まあ、足りないのかなと思ったの。うちのその DTM のパソコンって、なんだ、ハードディスクがね、789かなんかそんぐらい繋いでるんですよ。で、結構あるでしょ。あと、で、その DVD のドライブとかね。さすがにフロッピーはないんですけど。で、それに加えて、あと USB ポート増設して、6個か7個か。なんか、まあ、要は、こういうやつですよ。こういうね。こういうのとかを、まあ、フィジコン系とか、あと、まあ、メモリー挿したりとか。あ、そうそう。まあ、だから、この、撮ってるね、カメラも USB なんですけど、ウェブカメラね。まあ、いろいろと、今、なんでもかんでも USB じゃないですか。で、まあ、あと、オーディオインターフェース、UCX も、そうだし、まあ、いろいろ USB なんで、いろいろ、まあ、とにかくいろいろつながってるんですよ。それで、電力不足になっちゃって、500W なんですけど、それで、なんかこう瞬間的にこうピークいっちゃうって落ちちゃうとかなのかなと思って、どうしようと思って、買わなきゃいけないのかなと思って、でも電源、ねえ、そんな安いもんじゃないんですよ。でね、思い出したのが、使ってないパソコンがあって、今の前のやつなんですけどね。で、それの電源を、取ろうと。で、そこでね、使ってたのがね、550W だったのを思い出して、これなんですけど、なんか合力とかいうやつね。 550W、 50W 増えればもしかしたらいけるのかなと思って、で、これをね、つけたの。電源付け替えたんですよ。で、結果はダメでした。というよりね、余計落ちやすくなったんですよ。で、よくよく調べてみたら、電源の寿命って結構短いんですね。初めて知りました。だいたい、まあ、長くても5年みたいな感じで、見た方がいいっていう感じらしいんですよ。で、まあ、もともと、メインで使ってるパソコンのやつは、もう3年か4年かぐらい経ってるから、まあ、弱ってる。のかな。多分弱ってるんですよ。で、そもそもなんか 500W って言っても、それが常にそこまでの期待値があるわけではないらしくて、それよりもなんか低いらしいんですよ。このロスがあるから、なんかこう電気の交換の、まあ、なんかよくわかんないけどね、なんかロスがあって、結局500って書いてあっても 500W 目いっぱいいくわけではないみたいな感じで。で、あとなんかこう瞬間的にピークとか行ったりするのがあるから、電源の目安としては必要なワット数のなんか2倍確保しておくっていうのが理想的みたいなこともね、調べて、ね、見かけたんですよ。でね、この合力なんですけど、 550W、 550W なのに 500W のやつより落ちやすくなっちゃって、で、これはもういつ買ったかわかんないんですよね。10年とか経ってんのかな。その前のパソコンもかなり使ってたから、もうだいぶ古いんですよ。だから 550W だけど、実際はその 500W のやつよりも、力が発揮できてないんだと思います。もう弱ってる。で、まあ、仕方なく買いました、電源をね。でね、電源も調べて、今回それで初めて調べて、グレードとかあるんですね。なんかこう効率の良さというか性能で、なんか80プラスのっていう規格なのかな、プラスのノーマルなやつと、ブロンズ、80プラスブロンズ、80プラスシルバー、ゴールド、プラチナ、タイタニアム、なんか6段階ぐらいあって、で、例えばこれは
え何も書いてない。ん、何にも書いてないよこれ。わからない、何でもないわ。で、あのね、で、もともと入ってたこのメインのパソコンのね電源のは80プラス、ね、ブロンズって書いてあったんですよ。で、まあいろいろ調べたら、だいたいゴールド以上が、まあ、無難らしくて、で、でもあのね高いんですよね、電源結構高い、3万4万とかパッとあっていっちゃうんですよ。でね、いくつあったらいいのか、ワット数はね、それも分かんないから、あのね、とりあえず1000ワット買ったんですよ。中途半端に750とか800とかなんかそのあたりを買って、また足りなかったらね本当に無駄な買い物になっちゃうから、まあ思い切って1000ワットで、コルセアのなんとかとかいう1000ワットで、で80プラスゴールドのやつで、それはね2万2、3000円だったんですよ。それが一番安いのかな、なんかこう、まあ、人気筋だったんで、まあいいかなと思ってね。でね、ね、もうそれで大丈夫だろうと思ったんですよ。ところがね、落ちたんですよね。また再起動かかって。で、まあさらに、よくよくと調べて、あとバイオスの設定も変えたり、変えて、んで、あと、NVIDIA のそのグラフィックのコントロールパネルの電力に関するところでもう最大、もう、ハイパフォーマンス。最高のパフォーマンス発揮してくれと、もう電力バンバン使って構わないからなんかね、その辺がこうオートとかになってたのかなみたいな感じで、あ、そう、バイオスの方もなんかオートみたいな、オンボードの方の GPU を使いますかっていうのと、あとその増設した方を優先的に使うかとかっていうなんか設定が項目があって、でそれがオートになってたんですけど、でそれを PCIe の方、増設した方を優先でっていう設定に変えて、で今何時間か動かしてこれも収録してるんですよあのね、だから正直安定したのかどうかちょっとまだ不安なんですけど、いろいろとこう負荷をかけて、なんかね負荷で落ちてるんじゃないんですよね、多分現象的に何もしてないで状態でポンとね、プツンと落ちちゃうんですよ。で再起動になっちゃう。なんかこう処理をやらせてて負荷がかかって落ちるんならわかるんですけど、そうじゃないっていうのがちょっともやっとしてるところで、でも電源変えて落ちる回数というのは減りました。明らかに減ってます。電源によって減ってるっていうのは分かるんで、電源が原因なのかな。でも1000ワットで落ちられたら一回プツッと落ちてるんですよ。でもまあそのバイオスの設定とかまだしてない状態だったんですけど、グラフィック、NVIDIA の方のグラフィックの設定もハイパフォーマンス、Windows の方も電力はもうバンバン使えという設定にして、なんかこうオートみたいな設定だと変に切り替わるようなところでプツンと落ちちゃうのかなっていうような、いや、全然わかんないけどね、そっち系の話は全然わからないんだけど、なんとなくそんな、こう、想像がね浮かんできたんで、とりあえずもう一定で何の変化もしないでもうバンバン電気使えという設定で今試してる状態です。でまだ一回も落ちてないんですよ。でちょっとこう負荷かけたりとかね、
まあ知ってみてるんですけど、全然今のところなんともないと。で、そう、電源ってね、パソコンも電源が大事なんだと思って一応電源、ディストリビューターからパソコンも流すようにしてるんですけど、まあどれほど意味があるのかわからないんですけどね。音はさ、電源って大事なのはね、わかるんですけど、明らかに変わるじゃないですか、電源。まあ、ディストリビューター挟むだけでも変わるしね。ああ、まあ、ちょっとこれ別の機会にいつか話そうかなと思ってたんですけど、僕がね、もう目頭が熱くなるほどね、音が変わった機材を、いいものにして、ちゃんとセッティング、機材いいものにしたら、もう涙が出るほど音が変わったものの一つがディストリビューターなんですよ電源ね。だ、別に200まで上げてから120に落とすとか、まあそういうことまではしなくても、しないまでも、一個その電源ね、ポンとこう3、4万だっけ、それぐらいだっけのやつでも挟んでやれば、もう劇的に変わるんですよ。なので、まあ電源はね、音に関して電源は大事だっていうのは、もう僕身をもってそれはね、もう分かってるんですけど、パソコンも大事なんだなと今回ね、痛感しました。結局そのグラフィックボードを、グラフィックボードで電源落ちるみたいな感じで検索するといっぱい出てくるんですよ。だから割と起きやすいらしくて、らしいなというのはね、わかるんですよ。で、なんかそうなった時にの解決策って、もうそのそれぞれですよね。多分ケースバイケースですよね。で、大体が十中八九、そこまではいかないかな、大体多くは電源の寿命か容量不足、まあ容量不足、寿命によってこうパワーがどんどん出なくなってるから、それによって容量不足になっちゃってる結果としてね、みたいな感じなのかな、多分ね、そういうのが多いみたいです。うちもね、そうであればいいんですけど、でも電源変えるのと、あとその、まあ、バイオスの設定と、まあ、電源がちゃんとしてることで、バイオスの設定と、グラフィックボード、その専用のグラフィックの、まあ、NVIDIA のコントロールパネルセッティングのね、ところをいじるこれ多分この3つ他にもあるか分かんないけど、揃わないと不安定になるのかな、かもしれないよね。で、それがこう実証されるかどうかっていうところに今いますそれの状態で今使ってます。もうセッティングをこういじるとこ全部もういじったというところで、まあ、やってて、まだ落ちていないと。まずね、そうだから、とりあえずちょっと、まあ、電源の寿命が長くても5年ぐらいらしいんですよ、まあ、僕が調べた限りだとねだからもうなんか 3,4 年とか経ってる人は開けて掃除しちゃっていいんじゃないかな、保証なくてもね。あ、でもコルセアの今回買ったやつ 1000W のやつ10年保証だっけ、すごいよね、そんなに持つってことものによるのかね。もしもう古いパソコンだったら、パソコン中さ全部掃除するときに電源も開けて掃除しちゃっていいんじゃないかなと思う。まあ、多分保証対象外になるかもしれないんですけど、その辺は自己責任でね、もちろんねもう僕も、あ、もうダメだったら買い直そうと思ってたから、ついでにグリスも塗ってみたりして、 CPU もね、グリスの塗り替えもね掃除ですね。掃除、とにかく掃除した方がいいと思う。1年に1回は掃除した方がいいっていうのはもう分かってるんだけどね、なかなか手出せないんですよね。でもね、今回掃除して思ったのはね、特に電源の掃除、もう全部埃取って、
綺麗にして、あのエアスプレーでね、もうシューってもう根こそぎ埃を吹き飛ばしてやったんですよ。そしたらね、空気が綺麗になりました本当に。あのね、パソコンつけた時になんとなく感じてた埃っぽさ、もうね、あまりにも慣れすぎて、それが埃で、埃っぽさがあったんだなっていうことすらわからなかったんだけど、掃除してからつけた時に、あーって空気が違うって気づきました。僕ね、もともと結構埃に敏感なんですけどあのすぐ鼻水出てきたりとかね、埃っぽいところ行くと、そう、それでもね、もうなんかこう当たり前な感じになってくる、まあなんかパソコンをつけた時の嫌な感じみたいな、ざっくりとした印象しかなくて、でもうそれすらもう分かんなくなっちゃってるみたいなね、もう毎日使ってるわけだからね。ところが掃除したら、あーって、今まで多分そのパソコンがついてる時は埃がもう舞いまくってたんだろうなと言うのがね、分かりました。だからね、ちょっとこう掃除頑張ってしてみて、もう夏場みたいにこういうか、どんどんもう気温上がっていくじゃないですか。関東ももう今週末なんか20また後半30度近くなりますよね、予報でね。ちょっと暑いとね、汗かきながらやるみたいな感じになっちゃうし、やってて汗ポタッとか落ちる心配もあるから今のうちにね、まだやってない人はね僕みたいにこう先送りにしてた人はね、もう今やっちゃった方がねいいと思います本当に。そんな感じでですね、パソコンも電源が大事だというのをね思い知りました今回。またちょっとこれでももうやること全部手尽くしたけど、落ちたらまた報告しようかな不特定多数に向けてもうだって解決策がわからないもんね。そうなるとグラフィックボードが不良品とかなっちゃうから、でもそれ相性の問題ですって言われたらおしまいだもんね。もうね、なんか最近というか Windows 7からパソコン、 Windows のパソコンって安定してきてるから、なんかこう、こういう時間の取られ方、疲れ方、パソコンでっていうのをこうちょっと久しぶりに味わってね、だいぶ疲れましたね。うわー、またかみたいな、あ、懐かしいなっていう思いはない。もうね、不快感ですね不快感の方が上回っちゃってね、うわ、この感じ懐かしいなみたいな感じはね、もうないですね。それすらこうかき消すぐらいのね、疲れがきますよね。パソコンでこう時間取られるって、セッティングとかでなんかうまくいかないとか、結局相性の問題でしたとかさありますよね。なあ、ということで電源大事だなと、あとお掃除ね、で CPU のグリスも塗り替えたらいいのかな。でうちパソコン置いてあるところって基本的にずっと16度なんですよだからあんまり排熱とか気にしなくていいんじゃないかなって思ってるんですけど、まあそれにしても埃はね取った方がいいかなと思います。昔ね、そうこれ言っとこう、あのね、それでも掃除しない人はねしないから絶対ねめんどくさいからね。でさ、 USB とかいっぱい刺さってるとさ、もうどれがどれに刺さってるのか覚えるのもめんどくさいし、写真撮るのもごちゃごちゃしちゃっててうまく写真撮れないっていうのがあるから、うちはね、タグをつけて紙に、ね、番号書いてタグつけて、でメモ用紙に番号のところをね、背面の図を、簡略化した図を USB ポートとかこう HDMI とかバーっといっぱい書いて、で何番で番号振って、それに合わせてこうタグをくっつけて外したり、であとはあのシールをね、色違いのシールをペタペタと、色違いのシール1個2個で、赤いシールの1個2個で、青いシール1個2個とか、黄色いシール1個2個みたいな感じでプラグに貼ってって、でそれをこうメモ用紙に書いておくっていうね、たりそんな感じでやってます。そういうのもめんどくさいっていうのがあるからね、なかなかやらない人はもうほんとやらなくなっちゃうと思うんですけど、一つね、そんな人でもやっとこうって
思えるかもしれない話をちょっと付け加えて、ね、しますとね、今使ってる僕うちのパソコンの前に使ってるパソコンのさらにもう一個前に使ってるのがねあったんですけど、それねだいぶ10年ぐらい使ったのかな、15年ぐらい使ったのかな使いすぎだよね。あ、まあ、10年ぐらいか。うん。かなり長かったんですよ。それ、最終的にどうなったかというと、ある日電源入れたら爆発しました。うん。ね、大げさに言ってるでもなんでもなく、電源入れたら、バーンって電源がね、爆発したんですよ。危ない、本当に危ない。で、もちろん立ち上がらないです。そこね。で、いた、一緒にマザーボードとか、メモリとか、CPU とか、全部死にました。だから、ね、それで、この今使ってる前のパソコンをね、買ったんですよ。うん。で、Windows 7にしたっていう流れだったかな、確か。爆発しました。危ないから、本当に、火災になる。なる可能性もあると思うから、だからね、多分古さっていうより掃除してない、だからね、多分電源の中のホコリがもう溜まってたんだと思う。電源の中なんて一回も掃除したことなかったからね、そのパソコン、電源ユニットの中ね、パソコンの中は、本体の中は掃除はしてたんだけど、電源ユニットはね掃除してなかったから、でまあ古くなってもう寿命を迎えて、もうとっくに寿命を迎えてたっていうのもあって、もうダメだったんだろうね。あと、まあ、ほこりも、詰まってて。で、最終的には爆発したと。いや、だからね、本当にそういう火災の危険もあるから、まだ掃除をね、先送りにしてた人、ぜひやってください。部屋の空気もきれいになるしね。まあそんな感じで、とりあえずはやることやって安定したと。あ、そう、それでね、グラフィックボード入れたらね、要は全体的にこういろんな画面動かすのが表示が速くなった、軽くなったんで、その音楽制作の方の作業の効率も良くなったっていうね、ちょっと予想外でしたけど、嬉しいことがねあります。まあ動画を編集するときとかだけじゃなくてね、普段のその制作もの効率化もね、ちょっとこう測れるようになったといういいこともありました。ということでパソコンも電源が大事だったというお話でした。終わります。